光、俺のせいでごめん。力を貸してくれ、レザエル。 Wager your world at the Colosseum for a chance to win the ultimate prize. Booster set 6, Paragons of the Colosseum.The glitters of the story assemble. Let's go! Super Dimensional Combination, Dayusha! Booster Pack, Dimensional Transcendence. Bushy Road. Card Fight Vanguard. Musketeer, Jewel Knight, and Revenger. Your decks are gonna be so much stronger. Three premium deck sets. Bushy Road.ナオ先輩、ヤッホー。では私は先に行っているぞ。どう調子は？大丈夫です。何ですか？何か引っかかってることあるんでしょ？光に言われたんです。お兄ちゃんには願いあるの？俺は光が元気でいればそれで。私のためじゃない。お兄ちゃん自身の願いだよ。そっか、そんなことが。でも光ちゃんの言いたいこともちょっとわかるな。え、本当ですか？多分だけど。いえ、やっぱりもうちょっと自分で考えてみます。こういうのは自分で見つけないといけないと思うんで、光のことも今日のファイトも全力で向き合います。そっか。ほんとアキくんはブレないね。褒められてます？もちろん。どんな時も諦めずに手を伸ばし続ける、そういうアキくんいいと思うよ。うわあ！行け明道アキラ、ぶちかましてこい。はい。頑張れ。およよ、ルーザーズの皆さんじゃん。てめえも負けてんだろうが。
おっしゃる通り。ところでさ、精神汚染にかかってる時ってどんな気持ちだったの？煽ってんのかてめえ。いや、マジな話さ、どうなの？そうだな、あの時の俺たちは願いのためなら何をしても構わないと思っていた。うん、自分で自分が抑えられなくて。だがあの時抱いた願いは本物だった。そうですね、相川さんや明道さんの願いは尊重してあげたいって気持ちはあります。仲間意識みたいな。そんな大層なもんじゃねえよ。けどまあ、宿命決戦の結果は見届けるつもりだ。なるほどね。大丈夫？相川さん、相手は君のお兄さんだもんね。私は私のできることをするだけです。お兄さんのことが本当に大切なんだね。大丈夫、君の願いは間違っていない。勝つのは君だ。はい。もうすぐ叶うよ、僕たちの願いが。光ちゃんってあんな顔もできたんですね。むしろ俺はらしいと思うけどね。そうですか？あの子はそういう子だよ。あ、秋名先輩。こっちもいい顔をしてるな。先輩、頑張って。ああ。光、やろう。うん。明道明菜、明道光、カードを掲げよ。そして叫べ、開戦の狼煙を。宿命に決着を。ディバイン黒言だ。これより宿命決戦第6戦を始めよう。スタンドアップ、ヴァンガード、万里砲翼のギアケツァール、待望の翼ソエル。私のターン、ドロー。スチームメイデン、ティグラットにライド、スキル発動。デスティンドタイムピースをオーダーゾーンにセット。ターンエンド。答えは出た、お兄ちゃん自身の願い。まだわからない。でも今の願いはこのファイトに勝って光を助けることだ。俺のターン、ベンテスタにライド、ペインキラーをコール。ベンテスタでアタック。ノーガード。ペインキラーでアタック。ガード。ターンエンド。私のターン、命脈途絶のコロッサスにライド、スキル発動。手札1枚をリグレスゲージとして置き、2枚ドロー。リグレスゲージ、時の宿命者が罪を断つそのための力。罪、過去の過ちだよ。私がそれを正す。アンミリターナをコール。スキルでコロッサスのパワープラス5000。コロッサスでアタック。ノーガード。アンミリターナでアタック。ガード。ターンエンド。俺のターン、アゼンシオルにライド、ソウルのベンテスタをコール。カルブレをコール。そのスキルでガルガオンをコール。アゼンシオルでアタック。ガード。ペインキラーのブースト、ガルガオンでアタック。ノーガード。ペインキラーを退却させて1枚ドロー。カルブレでアタック。ガード。ターンエンド。過ちってやっぱりあの時のことか。あの時俺がお前を守れなかったから、お前が言う罪って俺の。違う。お兄ちゃんは悪くない。裁かれるべき罪を負っているのは私。え、私のターン。断罪の翼、覚
こよりここに、時の宿命者リエル・オディウムに。やるぞ。オーダーカード、リストーテッドベインを使用。ソウルチャージし、このカードをリグレスゲージにする。そして1枚ドローし、リーエルのパワープラス1万。またリグレスゲージが増えた。それだけじゃないよ。リーエルのスキルによりリグレスゲージとなったディストーテッドベイン1枚につき、前列のリアガードのパワーはプラス5000される。アブレイズキメラをコール。スキルで山札の上5枚からアンミディターナをコール。アンミディターナでアタック。ガード、時の力よ、加速しろ。リエルオリウムでアタック。スキル発動。アンミディターナをリグレスゲージにすることでトリプルドライブを得る。さらにリグレスゲージとなったアンミディターナのスキルでリエルのパワープラス5000。ノーガード。ファーストチェック、セカンドチェック、クリティカルトリガー。アンミディターナのパワープラス1万、リエルのクリティカルプラス1。サードチェック、クリティカルトリガー。アンミディターナのパワープラス1万、リエルのクリティカルプラス1。ダブルクリティカル。アンミディターナでアタック。ノーガード。ターンエンド。ダメージ5。でもレザイルなら。うん、本領はここから。絶対に勝つ。罪を償うために、それが私の戦う意味。 Card Fight Vanguard. The glitters of the story assemble. Let's go! Super Dimensional Combination Dayusha! Booster Pack Dimensional Transcendence Bushy Road. When might becomes law, will you rule or be ruled? Glory Finder, Guide to Glory, on sale now. Vi Schwartz, Oshinoko arrives in the world of card games. Take up your unique weapons and meet fate head on as it begins to move. Trial Deck and Booster Pack, Oshinoko, on sale September 20th, Bushi Road. Card Fight Vanguard! It's that time again! Over Triggers and Regolith Peace! Dual Nations as well! Festival Booster 2024! Introducing Special Energy Rare, Bushi Road!光、教えてくれ。お前が抱えている罪って何なんだ。聞いてどうするの。俺に何ができるかわからないけど、光が苦しんでいるなら力になりたい。そういうところ。これは私の罪、誰にも背負えない。それがわからないなら黙ってて。俺のターン。救世の翼、天よりここに。奇跡の運命者レザイルにライド。ドロップのセイディをコール。メイビンの騎士カテルスをコール。スキルでレザイルのパワープラス5000。そしてこのカードは後列からインターセプトできる。行くぞ、奇跡降臨。ディバインスキル発動。ドロップのクリティカルトリガー全てを山札に戻し、レザイルのドライブプラス1。カルブレでアタック。ガード。セイディでアタック。ガード。カテルスのブースト。レザエルでアタック。スキルによりドロップからニルベリスとギガンテックをコール。ノーガード。ファーストチェック、セカンドチェック、クリティカルトリガー。ニルベリスのパワープラス1万、レザエルのクリティカルプラス1。サードチェック、フロントトリガー。前列のパワープラス1万。ギガンテックでアタック。ノーガード。ニルベリスでアタック。完全ガード。バトル終了し
ニルベリスのスキル発動。1枚ドローし、山札の上を見て上に戻す。ターンエンド。山札の上、トリガーはあった？どうかな。まあいいけどさ、それでどうにかできると思わないことだね。してみせるさ、光。俺は勝つよ。勝ってお前の精神汚染を解く。たとえそれでお前に恨まれることになったって、お前が救えるなら俺は。それが嫌なんだよ。そうやって何でも自分で背負おうとする姿が嫌だから、過去を変えようって思ったんだよ。それが私の願い。過去へ渡ってあの日の出来事を変えること。やっぱり事故の、あの日私たちの運命は決まった。ごめん、光。キャンプに出かけた私たちは山奥の遺跡で崩落事故に遭った。あれから私の体はおかしくなって入退院を繰り返すようになった。だから俺はあの時心に誓った。もう後悔はしたくないから、どんな時も諦めずに手を伸ばすんだって。遺跡？お兄ちゃんはさ、もしあの事故さえなければって考えたことない？私はいつも考えてたよ。どうしてこんなことになっちゃったんだろう、どうすればお兄ちゃんの失った時間を取り戻せるだろうって。あの日からお兄ちゃんはいつも私を気にかけるようになった。私のためにいっぱい時間を使ってくれた。ずっと感謝してる。本当にすごいなって思う。でもね、それが辛くもあったの。あ、私のために自分を犠牲にする、そんなお兄ちゃんを見るのが辛い。犠牲だなんて、俺はそんなこと。じゃあもう一度聞くよ、お兄ちゃんの願いは何？私のためじゃない自分の願いを持ってる？やっぱり答えられないんだ。そうだよね、ごめん、そうなったのは私のせい。私がお兄ちゃんの運命を変えてしまった、時間を奪ってしまった、それこそが私の罪。光。だから私はやらなくちゃいけない。私の罪を断つ。時の宿命者の力で過去に渡ってお兄ちゃんの時間を取り戻す。私のターン。スワラーをコール。そしてディストーテッドベインを使用。このカードをリグレスゲージに。続けてアブレイズキメラをコール。そのスキルでアナクロノスドラゴンをコール。アナクロノスでアタック。スキルによりパワープラス5000し、カテルスを退却。ノーガード。ダメージチェック。クリティカルトリガー。お前の気持ちは分かった。でもこれだけは言える、俺は自分を犠牲になんてしてない。ただ手を伸ばし続けていただけだ。わずかな光でも手を伸ばした者にのみ奇跡は舞い降りる。奇跡サイリン。6点目のダメージでトリガーが出た時、ダメージを1つ回復する。奇跡のディバインスキル。でもそれじゃ私を止められないよ。DL オディウムでヴァンガードアタック。スキルによりアナクロノスをリグレスゲージにし、トリプルドライブを得る。完全ガード。ファーストチェック、セカンドチェック、サードチェック。ヒールトリガー、3ミリターナのパワープラス1万。お兄ちゃんはそう言うしかないよね。犠牲にしてないなんて今さら何とでも言えるよ。お兄ちゃんは私のために多くの時間を失った。それは変えようのない事実。過ぎてしまった時間は二度と戻ってこない。だからこの力が必要なんだ。時を歪め、ディバインスキル発動。リグレスゲージが5枚以上あるとき、手
札を2枚捨てる。それだけ？アブレイズのブーストアンミリターナでアタック。カード、ターンエンド。耐え切ったけど本当にこれだけなのか。いや、何があろうと俺のターンで勝てば。もうお兄ちゃんのターンは来ないよ。なんだ。時の力を刻みし降臨は罪を断つべく時空を歪める。ディバインスキルの効果によりターン終了後もう一度私のターンを行う。はあ、そんなのあり？まさに時を取り戻す力ってわけか。ぶっ飛んでんね。まずい、ターンが終わってリザイルのパワーが元に戻る。過ぎ去りし時を再び私のターン。スタンド&ドロー。追加のターンではライトフェイズとメインフェイズは行わず、リーエルのドライブはマイナス1。バトルフェーズ開始時リグレスゲージにあるアナクロノスのスキル発動。ドロップから1枚をリグレスゲージにし自身をコール。アンミリターナでアタック。ガード。リーエルオディウムでヴァンガードにアタック。スキルでトリプルドライブを得る。ガード。私はお兄ちゃんを倒して願いを叶える。必ず。ファーストチェック、セカンドチェック、ドロートリガー。リエルオディウムのパワープラス1万。いっけー。ノートリガー。勝者、時の宿命者。やった。大丈夫？すみません、俺が勝っていたらこっちの勝利だったのに。だがいいファイトだった。そうだね、これで3対3。大事なのはこれからだよ。そう、宿命決戦の行方は代表戦へと持ち越されたわけだ。さて、こちらの代表は。私がもう一度行きます。ここで勝って願いを叶える。構いませんよ。ならばこちらの代表は明道光だ。そっちの代表は誰だ？この一戦で運命が決まる。ここは慎重に考えないとですね。そうだな。もう一度俺に。私がファイトする。え、参加資格ならあるでしょ。私も時の運命者カードの所有者だから。Bye.
Vi Schwartz, Oshinoko arrives in the world of card games. Take up your unique weapons and meet fate head-on as it begins to move. Trial deck and booster pack, Oshinoko, on sale September 20th, Bushiroad. Vi Schwartz, Ayakashi Triangle makes its debut. Witness the Ayakashi romance fantasy unfold on the card game stage. Trial deck and booster pack, Ayakashi Triangle, now on sale, Bushiroad.ようこそコックミリオンへ。本当にファミレスが貸し切られてる。うん、ではおすすめカードを頼むぞ。じゃあ時の宿命者リエル・オリュームを紹介するね。リグレスゲージが5枚以上なら手札2枚を捨てることでターン終了後にもう一度自分のターンができちゃうんだ。でも追加ターンではライドとメインフェイズが行えないよ。追加ターンをご注文の際はボタンで浴びください。空腹ゲージを5枚以上貯めてね。ノリがいい。